準備は？いいよ。コール。オッケー、録画します。じゃあ集中して。ここにあるものについて何か感じたら、どんなことでも教えてくれ。何か見える？エイデン。綺麗、パパありがとう。開けて。ジョディ、どうした？平気。何が見えた？小さい女の子。これその子のでしょ。ローラ。はい。教授？ええ、伝えます。教授、ライアン・クレイトンという男が面会に来ているそうですが。ああ、そうか。すぐに戻る。姉さんに会いに来た人は誰なの？さあね。最近の姉さん。わかんないけど、ちょっと様子が変だと思わない？研究所の資金を増やそうとしているんだよ。そのことが心配なだけだろう。長くなるかな？落ち着け、すぐ戻ってくるって。遅くならなきゃいいけど、たくさん宿題が溜まってるんだ。姉さんは成績悪いと怒るくせに、宿題があるときに限って実験させんだもん。それは教授に直接言うんだな。いいかね。まだ彼女には話してない。早すぎる。いえ、彼女は今日連れて行きます。これは命令ですから。あの子はまだ子供だ。私のアシスタントと私だけが家族なんだ。外の世界を知らないんだよ。教授、おっしゃることはわかります。本当です。だが命令は命令だ。彼女を連れてきてくれますね？ジョディ、こっちに来なさい。何、どうしたの姉さん。何かあった？ジョディ、 CIA のライアン・クレイトン君だ。実は当局からキャンプ・ピアリーにある士官学校への参加要請が来た。これからは彼が君の面倒を見る。彼と一緒に行くんだ今日。なんで私なの？どうして？この施設は CIA に属している。もう長いこと君は監視されていて、エイデンのことも知られている。
私はおもちゃ、単なる実験対象。一度でも私の気持ちを考えたことある？ジョディ、お願いだ。私もつらい。だがよく考えるんだ。君にとってもいい機会なんだよ。CIA なんてクソだよ。したことじゃない。私はどこにも行かないから。まったく、いい加減にしないか。思春期のわがままが通用する世界じゃないんだ。いいか、好きなだけわめき散らせばいい。だが命令には従ってもらう。消えな、出て行きなよ。ほら行くぞ、来るんだ。ジョディ、ダメだ。やめろ、ジョディ、やめなさい。荷物取ってくるね。身軽にしろ。必要なものはキャンプにある。大丈夫、お前なら平気だ。ああ、寂しくなるな、プリンセス。すぐに会いに行くからね。約束するが、信じてくれるね。時間だ。